アジ島は、宮城県石巻市の沖合に浮かぶ島。押シ半島の先端近く、半島の南の沖にあり、旧北上川の川口から南東に、約18キロメートルに位置する。同じくらいの大きさの島として、北西近くに、田代島、東にやや離れて、金華山がある。本土側にある愛川との関係が強く、1889年の、 松村政志向以後は同じ自治体に属してきた。島には北側の網路と南側の長渡しの二つの集落があり、昔からライバル意識が強く、現在でもその傾向は幾分残っている。田代島と同じく猫が多く住む島でもある。三陸復興国立公園に指定されている。砂浜の海水浴場があり、マリンレジャーが盛んなことから、 東北のハワイとも呼ばれる。なお、データは2015年当時に行われた国勢調査のもの。島内のアジハマから、縄文土器が、二渡し浜からは、末期が出土している。江戸時代は、仙台半領の一部で、金華山、半島先端部とともに、オシカ軍の浜方18世組という地区に属し、アジハマ、二渡し浜という二つの漁村に分けられた。 浜は、漁村の井で、現代的には、味村、長谷村となるべきところ、当時は、浜という単位で呼んでいた。住民は、漁に出る傍ら、畑を作って農業にも従事したが、食料を自給するには足りず、外から買い入れていたと推定される。それもあって、天保の大飢饉のような時期に、食料の買い入れが途絶すると、悲惨な人口減少をきたした。 また、江戸時代には、波入田金山があって採掘された。隣の田代島と共に、流刑地でもあった。従罪人が流された江島に対し、安島と田代島は金竜に処せられたものが流された。気候が温暖で地形が、なだらか、農業にも漁業にも適した土地であったので、罪人の中には、仙台から祭祀を呼び寄せて、そのまま土着した者も,もいたという。 1739年6月20日、アジ島付近にマーティン・スパンベアが率いるロシア帝国の第二次北太平洋大探検隊が来航し、歴史上初の日露交易が行われた。ベーリング海峡の語源となったビトスベーリングが使わしたタイであり、ヨーロッパ大陸からベーリング海峡、千島列島を経て、日本との通商ルートを開拓するために来航したものであった。 この探検隊は10日ほどを過ごして付近の推進、移動を図るための測量などを行った。アジ島の白浜海水浴場にはベーリングの銅像が混流されている。1979年南三陸近火山国定公園に指定され、2015年3月に南三陸近火山国定公園が 三陸復興国立公園に編入されたため、アジ島もそれに伴い指定された。東北地方太平洋沖地震の震源地からは、最も近い離島であり、震度6弱を観測し大津波が押し寄せ、家屋が全壊、半壊するという被害が数件、主産業である水産業の関連施設も被害を受けた。なお、震災をきっかけに島を離れた元島民も、 多タいる離島航路については2011年3月24日に1日、一往復の暫定ダイヤで運行を再開し、2012年1月20日に通常ダイヤへ復旧した。ライフラインについては2011年7月に電気、及び水道が完全に復旧した。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に分類されており、そのバイオームは火力樹林である。また、 金華山沖での黒潮海流の影響を受けるため、一年を通して温暖昇雨の傾向があり、冬でも降雪が少ない。アジ島ラインによる定期船があり、石巻港からは約60分、鮎川港から約20分である。島内では網路と長渡しに寄港する。自動車の構想も可能だが予約が必要。田代島と同じ航路であるため、降落時には、 石巻港からの定期船は満員で乗船を断られる場合がある。ありがとうございます。